なところに日本人がいるという情報をキャッチしました。南米ブラジルアマゾンのど真ん中ジャングルに住むたった一人の日本人。出た。さあ今度はなんと日本の反対側ブラジル、しかもアマゾンというね。日本の23倍の広さのブラジルは国土の6割がアマゾン熱帯雨林。そのジャングルには数多くの珍しい野生動物が生息しています。みたいな、すげえ、行ってみたい。今回たった一人の日本人が住んでいるのはアマゾナス州アイロンベールというところ。僕は中学生の頃の夢が探検家だったんですよ、はい、そうだ。こういうところで新種を見つけて、はい、スガなんちゃらケンタムシみたいなのをつけたかったんですよ。じゃあ今度ぜひ行ったらええやんか。だってこう見えて千原誠司さんは小学6年生の時の作文に世界あっちこっち行く仕事をしたいって書いて、すごい、そうそうそう、それともう一つは吉本で芸人になるって。その2つを叶えたんです僕、選ばれし人間なんです。南米ブラジルアマゾンのど真ん中、ジャングルに住むたった一人の日本人。日本からはるか18,000キロ、飛行機でカタールのドーハを経由し28時間、日本の裏側に位置する南米ブラジル。午後6時、サンパウロのグアリオリオス国際空港。ここから日本人探しをするのは、うわー、来ましたよ、到着しました。長いえ、だって丸一日ですよ、丸一日かけてやってきました。28時間の長距離移動にもかかわらず可愛らしく登場の女優愛華美れ。元宝塚花組のトップスター。その華やかなイメージは今回の日本人探しで大きく覆される。ブラジルは初めて。空港を出ると思ったより暑くないですね、うん、あ、でも湿気でじとっとするね。なんか小鼻に汗をかいたりして。この日の気温は25度。南半球にあるブラジルは日本とは季節が逆で、今は秋の入り口。夏の名残でジメジメしている。まずはタクシーで街の中心へ。お、雨降ってんだね。一年を通して日本と同じように四季がある。この時期は毎日のように雨が降る。空港を出て1時間、到着したのはブラジル最大の町サンパウロ。人口1200万、南米一の大都市で金融、経済、文化の中心なのだが、どの壁にも落書きがしてあって怖い、暗い道はとても危ないんです。ドラッグ常習者や強盗がういおういおいますよ。経済の低迷で失業率は上昇。銃を持った強盗が金品を奪う犯罪が多く発生。年間の強盗殺人事件は19万2000件、日本のなんと47倍。元タカラジェンヌちょっとビビりつつも、時刻は午後7時。さすがにお腹が空いたので運転手さんおすすめの安全なレストランへ。着きましたよ。やってきたのはセントロ地区にあるレストラン。楽しそう。この店の名物はフェルニルという豚もも肉のローストと炒めたキャベツと玉ねぎが入ったサンドイッチ。それにかぶりついて、たった一人の日本人が住むアマゾナス州のアイロンベールについて聞き込み開始。アマゾナス州のアイロンベールってご存知ですか？知らないな。アマゾナス州は知ってる？
もちろん、アマゾナス州なら知ってるよ。どこ？今、サンパウロがここでしょ？アマゾナス州はここ。州都はマナウス。アマゾンの真ん中だ。マナウスに行ったらどうだい？マナウス？え、ここ遠すぎない？アマゾナス州があるのはブラジル北西部、アマゾンのど真ん中。その州都マナウスが中継地点になるらしいが、その距離なんとここから2800キロ、日本縦断を超える。マナウスまではどうやって行くか知ってる？グアルイリョス空港から飛行機で行けるよ。それなら4時間だ。飛行機？バスとかだと？バスだと4日から6日ぐらいかかるんじゃないかな。4日間から6日ぐらいかかる？どういう誤算？私ブラジルに住まなきゃいけなくなっちゃうじゃない。ちょっと待って、こんなのにちょっと一瞬頼んでもらっていいかな？はい、ちょっと人伝いが荒い元タカラジェンヌ肝っ玉姉さん。移動は明日にして初日の幕を下ろした。すいませんね。サンパウロに降り続ける雨、そしてこの雨が予想だにしない事態を招くことになる。日本人探し2日目、雨は上がり、午前7時半移動に向け再び空港へ。マナウス行きの飛行機は9時半発。こっち、これ。だが、これだ、これだ。12時？ってこと？12時？ここに12時までいるってこと？思わぬ足止め。実はあの雨、夜中に豪雨へと変わり、街は大洪水。空港では停電が発生。飛行機の離発着がストップし、全便に大幅な遅れが。の12時になっても出発する気配すらない。こうでもして待つしかない。惜しい。でも1時には飛ぶでしょ。1時、木曜1時と前向きに予測を立てたが、もう12時間、12時間以上います。もう12時間過ぎましたね。午後8時になっても飛行機は飛ばず。が、その時、マナウス行きの搭乗を開始します。ようやくの搭乗アナウンスに沸き上がる歓声。この歓声を聞いてなぜか、まだまだまだその方にはちっとも近づいていないのに、すでにみんなが乗れるというだけの歓声に私は感動しています。感動。なんで？なんで？朝7時半に空港へやってきて待つこと13時間半。夜9時ようやく機内へ。動いてるついにマナウスへ向かうことができる。飛行機は滑走路へと進んでいると思ったが、別の町に行く乗客が乗っていて、そう、戻ってるんですって。ここに来てもう一度戻る、そのお客さんのミスだろう。12時間も待って、今か今かとやっと乗ったのに。飛行機が搭乗ゲートへ戻ると、その降りようとする人どの人だろうね。気まずそうに降りていく男性に乗客たちは、うわきつい、ワグザイだ。うわ、しょうもない。衝撃がいっぱいすぎる。想定外続きの日本人探し。午後10時半、
今度こそ飛行機はサンパウロをテイクオフ。眼下に夜景が広がるが、疲れには勝てず、サングラスをかけてお休み。飛ぶこと4時間。深夜2時、ようやくアマゾナス州の州都マナウスに到着。ヘトヘトでホテルに入り、2日目終了。これはしんどいな。アマゾン川の支流、ネグロ川沿いに開けた町マナウス。人口は180万。19世紀末、天然ゴムの産地として繁栄。赤道近くに位置し、年平均気温は30度前後と温暖な気候だ。日本人探し3日目。今日は真っ赤な衣装で登場したアイカ。何はともあれ、アイロンベールについて聞き込み。ドラッグスターで聞いてもいい？ドラッグよくさ、田舎だと、田舎っていうか東京とかでも道してると思う。アイロンベールをしてる。アイロンベールかい？いた、やったぜ。おい、アイカの予想を見事的中。詳しい地図があるよ。あ、持ってきて。あったじゃん。またいいの持ってたね。マナウスはここで。それでここだよ。ちょっと遠かここ日本人がいるアイロンベー領はマナウスから北西に300キロのアマゾンの奥地。どうやって行けるのか。ノーボアイロンまでバスで4時間。ノーボアイロンでしょ。そこからボートで行くんだ。ボートでしか行けないよ。ノーボアイロンからアイロンベールまでボートってどのぐらいで行くんですか。4時間だね。これはしんどい。なんか聞けば聞くほど疲れが倍増するな。まずはノーボアイロンを目指すためバスターミナルへ。午前11時半マナウスを出発。おーすごい。海じゃ。ノーボアイロンはこの川の奥じゃ。大いなるアマゾン川の支流ネグロ川、その大河を横断。3キロにも及ぶ橋を渡り切ると、バスはノーボアイロンへの一本道をひたすら進む。行く手に広がるのはアマゾンのジャングル。無限のように見えるこの奥、ずっと奥に日本人がいる。その日本人はどんな理由でブラジルへ、なぜアマゾンの奥地へと向かったのか。出発から4時間を迎えた時、いきなり街になったけど結構な街だよ。午後3時半、ノーボアイロンに到着。アマゾン川の支流ネグロ川沿いにあるノーボアイロン。1万7000人ほどが暮らす小さな町。ここからアイロンベールへはボートで4時間。話によると、そこは数多くの生き物が生息するアマゾンのジャングル。なんとヒョウもいるらしい。ちょっと恐怖を感じつつボート乗り場へ。すると、あんなちっちゃいボートで、ちっちゃいわ、これ4時間はしんどい。ちっちゃいボートで4時間すごいショック。客船での優雅な移動ではなかったが、もうそこまで来てるぞ。そこまで少ない。すぐに前向きになる肝っ玉姉さん。おじさん、アイロンベーリョってご存知ですか。ああ、もちろん知ってるよ。今からなんて行けますか。今から向かったら暗くなっちまうから危ないぞ。夜の走行は流木などの障害物に衝突する恐れがあるため危険なのだ。さすがのアイカも翌朝アイロンベールを目指すことにした。
え、明日の朝だったら何時にから出るんですか？6時に出るよ。じゃあおじさんまた明日ここで待ってるよ。お願いします。 ありがとうございます。そうだね、おじさんのお名前なんておっしゃるんですか？ジュゼ。ジュゼ、ジュゼ、わかりました。ジュゼさん、しっかりとおじさんの名前を聞いてボートも予約。明日に備える。大変そう。で、翌朝6時やっと行けますよ。おはようございます。ジュゼいる？おはよう。昨日約束したジュゼさんのもとに。しかしここでアイカまさかの行動に。こちらの、 あの係の方とお話しして6時にここに来いって言われてきてるんですけど、船は今日出ますでしょうか？もちろん出るよ。大丈夫？あの失礼ですが、お名前は？ジュゼ。ジュゼ、ジュゼさんが連れてってくださるんですか？そうだよ。じゃあお願いします。昨日会って握手までしたジュゼさんにまるで初対面のようにご挨拶。これは聞きましょう本人に。ちょっとどういうことですか？たった数時間ですよ。同じ人だったんですね。私今知ったの。今同じ人なんだって知りました。本番前僕挨拶させていただきましたけど、はい、覚えてはります？午前6時半、日本人がいるアイロンベイ漁へ。ここから4時間の船旅、てかボート旅。広大なアマゾンのど真ん中、ボートは目黒川をどんどん北上していく。これ4時間はしんどいですね。あ、かっこいい。そこは野生動物の宝庫。うわ、こんなのが見れちゃうんですね。すごいね、密林に入っていく感じ。人間の侵入を拒むかのように鬱蒼と続く世界最大のジャングル。ピライバという魚は人間を丸飲みしちゃう。飲んじゃう。アンディルっていう魚は人間の体に入って内臓を食う。そんな危険が潜む川の先、ジャングルの奥地にたった一人の日本人が住んでいる。そこは日本とは全てにおいてかけ離れている場所。どんな日本人が、なぜここに。こうやって乗ると余計思うけど、なんでそこにその人はいるんだろう。だって船で行かないと町に行けないんでしょ、その人。そこまでしてそこに住むなんかがないといないですよね。ノボアイロンを出て4時間。見えてきた、あれがアイロンベイ漁だ。これこれだね。白い家があるだろう。白いとこ。午前10時半、日本出発から95時間半。95時間。日本人がいるアイロンベイ漁が見えてきた。アイロンベイ漁何人住んでんだろう。そこはアマゾン、ジャングルの中の小さな集落。一体なぜこんなところに。95時間半でまだ会えずという、はい、大変ですね。すごいです。ボートでしか行けないってどんなとこってことですよ、ね、でもボートだ、ちっちゃい、なんかどっかのお城のお堀回るぐらいのボートですもんねこれ。ですよね。さあ一体どんな方だったんでしょうか、ご覧いただきましょう。どうぞ。こんなとこに人もいるんだなって感じですよ。しかもそれが日本人だなんて。着きました。日本出発から実に丸4日をかけてたどり着いたブラジル北西部
アマゾナス州のアイロンベリオ。よくここに住んでらっしゃいますよね。アマゾンのど真ん中、住むのはかなんな。ジャングルにポツリと寄り添う小さな集落。本当にここに日本人が。ここにどんな営みがあるのか。夜とか何すんねんな。こんにちは。すみません、どなたかいらっしゃいますか。人がいない感じ。なんかすごい写真とかもいっぱい貼ってあるし。生活していた跡はあるが人の気配はない、うん、ただね、唯一ね、私に希望を持たせてるのはこの鳥たち。なんかまだ生き生きしてるじゃない。だから完璧に今いらっしゃる人が絶対いるわけでしょ。とにかくこの集落の住人を探す。あ、道があるよ。怖いね、ちょっと。ヒョウが出てきたらどうしたらいいの。あ、怖い。私じゃあこれ持っていこうよ。これ枯れ木を掴んでジャングルに突入した。いないよ。家もないし。ちょっと行ってやろう。頭きた。こんにちは。なぜか怒りながら突き進んでいった。するとこの辺でも道つく。あ、こんにちは。こんにちはって言ったよ。こんにちは。すいません、こんなまま。こんにちは。こんにちは。はじめまして。日本の方ですか。そうです。失礼ですが、お名前は。中山茂と申します。中山茂さん、南米ブラジル、アマゾンのど真ん中、ジャングルに住むたった一人の日本人、中山茂さん、67歳。ここにはいつからいらっしゃるんですか。今年で15年になります。15年。ここは僕一人です。この一人です。この集落にたった一人で暮らしているらしいが、日本から来られた方で、これは 家ですか。いや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 、もうとんでもない。いや、そりゃここに住んでらっしゃることの方がもうまずびっくりなんです。失礼します。中山さんが15年代住む家。さっきのとこじゃないですか。はい、ここじゃなかった。さっきのとこ。ジャングルから木を切り出してきて一から自分で作ったという。すごい、かっこいい。寝室、今、台所など部屋は5つ。中山さんにとっては快適なご自宅。部屋5つってまあまあ作ったよな。発電機はあるが燃料代の節約のため1日2時間しか使わない。収入は月26,000円の年金。ここで暮らすには十分なんだとか。でも一体なぜこんなところに。日本に住んでたこともあるんですよね。もちろんで、僕は日本前の日本人。中山さん、ご出身どこですか。福岡です。おいくつまで日本にはいらしたんですか。15歳までです。15歳。1948年福岡県で生まれた中山さんは15歳の時、両親と兄3人家族6人でブラジルへ。農業で成功したいという両親の一存で北部の町ベレンにやってきた。まず苦労したのは食べ物、天候、言葉ね。とにかくあんまりいい思いはしなかったです。最初にはね。日本に帰ろうとは思わないですか。もちろん思いましたよ。全ての方が、おそらく帰りたいと思う、ね。しかし中山さんは日本には帰らなかった。なぜなら日系の商社がありまして、はい、そこに大体 4,5 年間勤めてみました。はい、その商社のおかげで僕はこのアマゾンを知ることができまして、20歳の時日系の商社に就職。仕事でブラジル各地を回り、初めて
アマゾンのジャングルを目にした。感慨無量でね、アマゾンのこの無限のあの自然ですね、の広大さですね、これは他の世界が絶対ない。だからアマゾンのこの原始的な暮らしを知りたいと、また仕事をしたいという気持ちでね。悠久の大自然、唯一無二の姿に湧き上がった思い、いつかアマゾンのほとりで暮らしたい、心に抱いた思いを温め続け、25歳で会社を辞め、アマゾンのジャングルの村で生活を始めた。その頃だった。一人の女性との出会いが人生を決める。僕が最初にこのヒヨネグロというこの黒い川に訪れた時ね、はいはいはい、一人の女性さんと知り合いまして、あ、女性がいた、その女の方と恋愛関係を結んで、ほとんどの結婚まで行くようになって、はい、その人が、はい、矛 の、はい、の地主の系統の女でしてんだ。その彼女のお名前は何ですか？マリレーニ。マリレーニ。マリレーニ、中山さんが30歳になった頃、たまたま訪れたのがアイロンベーレオ。19世紀末、ゴム採取の拠点として発展した村で、その頃は数家族が暮らしていた。そこで出会ったのが地主ベゼーハ家のマリレーニさん。二人は大恋愛に落ちたという。しかし彼女と一緒になってね、はい、1年経たずして彼女も亡くなって、ここに埋葬されておりまして、奥様が、出会いから1年、あらららら、マリレーニさんは農薬を飲んで自殺。今でもその理由はわからない。その後中山さんはマリレーニさんの死を忘れるため、このアマゾンの村を離れた。20数年後再び訪れてみると、住民はいなくなり、建物は朽ち果て、鬱蒼と草木が生い茂る荒廃した地になっていた。その時、なんとか昔のような面影を残していたいという気持ちでして、誰一人としてこのアイロンを昔のような方に戻したいとか、整理したいとか、もっときれいにしたいという人は一人もいなかったんですよ。2001年、アイロンベーレオに住むことを決めた。現在政府の保護区となっているこの集落で居住を許されているのは中山さんだけ。15年、ただ一人。遺跡の保護とともにマリレーニさんのお墓を守っている。そんな中山さんに、中山さん、もしよければちょっとこれ受け取っていただければ、私お会いできると思って、ちょっと日本から持ってきたものなんです。それはどうもありがとうございました。日本を味わってほしいと愛華が持ってきたのは、味噌汁もなかと自家製の梅干し。大丈夫？そんなに一気に、酸っぱくないわ。これはこれだ、これ味噌汁ですね。そうです。これは日本にも思い出します。日本人らしいお顔になりました ね、 ねなんとなく。中山さんは今後どうされますか？この地で自分がの人生を終わるか、まあ、どういうことになるか、まあ、その神様以外に知らないけども、おそらくこの地でこの辺でまあ過ごすことになると思います、今後も。遠いところ本当にありがとうございました。ありがとうございます。心から僕は感謝します。中山さんを一人残していくのは寂しい。なんかまたいつの日か、ちょっと無理だと思いますけど。またじゃあ日本で思っております、中山さんのこと。では失礼します。じゃあ、中山さんまた、中山さんさようなら。ジャングルのど真ん中、アイロンベーレオ、そこには
若き日に見せられた。そして愛した女性が眠るアマゾンで暮らし続けるたった一人の日本人がいました。本当にいろんな人生があるんですね。